こんにちは、黒坂よしです。今日もご視聴ありがとうございます。今日はドナリーという曲をやっていくんですが、これ演奏します、今から。で、全員の何を考えてるのシリーズになりますので、まあ、曲のまず解説をして、どういう風に曲が進んでいくかってことですね。まずは典型的なビバップリーフものっていう、なんとかリーダー、ラブドブリーダーっていう風にメロディーがなってる。こういうものをビバップという、最後はビバップ。まあスキャットで言うとビーバップになるからね。でリフモノっていうやつはこういう8分音符のこの連結のもののやつね。で、もともとこの曲は先飛ばしちゃうけど、バックホームアゲインインディアナっていう、あ、これ A 抜けてるね、のコントラファクトっていうことなんですね。コントラファクトって替え歌です。で、これ下の、解説欄の時に、書いておきましたが、この URL でこれ、もともとルイ・アームストロングとかが歌ったりしてるやつをちょっと聴いていただいて、この曲がそのままビバップ、その下に、チャーリー・パーカーの、このドナリーをつけておきました。ドナリーもいろんなバージョンがあって、もう有名なのはベースのジャコ・パストリアスが弾いてるやつとかね、いろいろありますので、でそれもちょっといくつか貼っておきましたので聴いてください。同じ曲です。同じ曲だけどこんなに変わるんだみたいな、こういう幾何学的な音楽をやってるのがこれはビバップですね。今から聴いていただくやつです。で、もともとチャーリー・パーカーの曲っていう風にクレジットされてるけど、これはまあパーカーも認めてて、なんか間違えて、なんかマイルス・デイビスが作った曲だけど、まあパーカーで、だからその楽屋に、パーカーに、ギル・エヴァンスが訪ねて出てきて、この曲すごく良かったんだけどって言ったら、あ、これこの曲俺じゃなくてマイルスだよって言ってんで、マイルスと仲良くなったっていうエピソードがあるそうなので、まあ本当だったと思うんですけど、まあ一応クレジットがパーカーなので著作権は切れております。ありがたいことですね。ABAC 構成ということですね。メロディーが A があって、次ので最後の、まあ、B の変形というか、もう全然違うメロディーだよねっていうことで ABAC 構成ですね。で、演奏してるときに下にここずっと ABAC が今どこやってるか、もうずっとイントロもエンディングもないので、ずっとひたすらこれをずっとメロディーをやって、で、アドリブ行って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 、ドラムソロやるときもこうアドリブやって、ずっとこれを繰り返してるだけですね。ジャズはここが面白いというところですね。バンドへは、ライブと同じでミスっても止めないので、ミスった方が面白いからと指示しました。途中で僕がですね、ハイハットにこうマイクがくっついててですね、止めようかなと思ったんですけど、まあそのエンジニアの子からはその雑音が入ってるっていう指示もなかったので、まあ、そのまま、OK テイクにしちゃいました。これだから1回しか演奏してないし、リハーサルもしてないです。という具合のところが面白いな、こういうふうにこううまくいかなかったところとかも多分心の中を書いてありますので、まあ、その辺も楽しんでいただけたらと思います。それでは聴いてください。ドナリーです。
今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。三大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。